狼殿。手に入れた血の塊で物資殿のものと同じように血の色がわずかに。だがこれは足りるか。おそらくはこれで竜害の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。酒を。あら何がおかしいのだ。まずはいたそうお猿。猿と。はい、何せ、幼き戦場後に一人私は呆然と立って何も泣くこと。そうしたら猿が握り飯を食う。猿がか。はい、それはうまそうに裏飯と思いました。そうしたら今度はとてもうまく親切のまこと。では巫女様、源の香の花手に入れました。おお、やはり。はい、落ち谷のそこが源の水の流れ。よく手に入れてくれた狼。ああそうだ、私の方も新たに必要な香が分かった。それは竜院の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様のですが。ああ、竜院の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武様の何か血を流す術があるよ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、エマ殿に聞くのはどうで。くすしな、確かに。お主に尋ね。はい、巫女様の血を流す。何故戦況に不死立ちを果たす。そのためには。そう、確かに竜院の巫女のですが。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、竜院の巫女の身に傷を負わせ。分かった、これで不死立ちがまた一つ進み。巫女様にも。はい、狼その背中。不思議にそれがはい、仙宝寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。仙宝寺の者たちは僧を捨て死なずその末に生まれた。それが越智の巫女たちです。偽りの竜院。待て。はい、多くの越智の巫女が作られ、竜院はいや不死立ちなさねば。御意。おお、新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは。これを見てくれ。これは源の香を求めた者が好奇を放つ石が祀られた村があるぞ。ですがそのよ。月見楼の傍らのお主が落とされていたそこの知れぬ深いや、あるいはそこと探ってみましょう。ああ、だが身を。み投げ、そういったものを。それはステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を身を投げた。はい、鳥居をくぐった方向からかすかに風の試しにそちら。分かった、気をつけるのだぞ。よう、また何。あばよ。よう、また。さて、おかげさんでだいぶ銭したくにゃ十分だ。ぼちぼち行くと。どこへだ。金剛山の仙宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。きな臭くなってきたからよ。きっと野暮用を済ませておき。旦那、いただいた銭を元手にさ。ところで旦那、聞いてください。ああ、足はね、この足名はいつ滅び、つまり成り上がる。そこで一つ頼みが。なんだ。芦名の侍どもが今欲しがっているものは、そいつが分かれば旦那は敵方からぜひおね。いや旦那、侍たちが欲しい。本当ですか。ああ、なるほど。食うのはもちろん、死人の清めや戦場で死体が腐れば流行り病、皆塩がなくてもうけ。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く、そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、じゃあな旦那、塩がうまく売れたらその時はぜひごひいき。巫女の死、お待ちして。これをもしやそれは桜流院の不死の契約がならざる時、引き換えに残るものとかでは。これもまた流院の力を。はい、うん、巫女の忍びよ、よろしければ私がこれを。わかりました。目を閉じてください。ああ、この桜雫をどうかあなたのお力に。いただこう。はい。うん、目を開けていただいて大丈夫です。わかった。桜雫の力、あなたお力になれて。礼を言う。すみません、お米がまた